三の丸跡城下町、松岡城は、日立国多賀郡にあった、日本の城、龍子山城、田綱城とも呼ばれる。明治時代初期には、日立松岡藩の藩庁が置かれた。室町時代、この地の領主であった大塚市によって築かれたと考えられるが、追記年代は、はっきりしない。当初は山城であり、龍子山城と呼ばれており、山麓に、館が設けられていた。 慶長7年、松岡の地に4万国で入法した、戸沢正盛は、龍子山城のふもとに城郭を整備して、平山城とし、なお、松岡城とした。元那8年、戸沢氏が、出羽新城藩に転封されると、松岡は、水戸藩の所領となった。正法3年、水戸藩の不可老、中山信政に、松岡城が与えられた。中山氏は、法営4年に、 日立代田に移り、松岡城は空城になった。今日は3年、中山信行は再び、松岡城に戻り、城郭や城下町を整備した。明治維新後の明治元年、中山氏は正式に諸行として認められた。松岡城に、天守や櫓はなく、陣屋程度の規模であったと言われる。山頂に本丸を置き、麓に、二の丸五にや、家臣の住まいがあり。 三の丸に、役所、台所、家臣の住まいが軒を連ねていたと言われる。役所の置かれていた三の丸は、高萩市立松岡小学校の敷地となっている。土蔵、土塁、堀が行こうとしてある。ありがとうございます。